皆さんこんにちは、おたげでーす。今日はですね、何をするかと言いますとですね、ほぼ1年前に第1回の質問コーナーだったと思うんですけど、まあ、それからちょっと時が経ち、私は気づけば現役ぼっち女子高生から自称ぼっち女子高生になってしまい、今いろいろ環境も変わったので、ちょっとまた久しぶりに今日は質問コーナーをやりたいと思いまーす。以前皆さんからツイッターでハッシュタグ、わたげに質問2021夏っていうハッシュタグで皆さんに本当にたくさんの質問をたくさんいただいたりとか、あとまあインスタの方でも募集したので、それに答えていきつつという感じでありがとうございます。自己紹介してということで、ごめんなさい。名乗り遅れました。あわたげと申します。年齢は19歳。大学1年生の代です。02ライン。いわゆる02ラインなんですけど、時々 TikTok では06ラインとか、すごい嘘ついてます。はい、02ラインです。友達がいないので、一人でご飯を食べたり、一人でどっかに行ったりみたいな動画をたくさん撮っています。でも、ぼっち女子高生と言ってますが、実はぼっち女子大生です。出身は、一応福岡県なんですけど、0歳で引っ越したので、まあ、茨城県にずっと住んでて、今年の春にお姉ちゃんと二人暮らしを始めました。東京で始めました。なので、都民です。バチバチの都民です。わたげの由来、教えてくださいってことで、そのわたげっていうと、脇毛だとか、鼻毛だとかよく言われるんですけど、まだ全然そういうことじゃなくてですね、その TikTok 始めるときに、なんか、TikToker って本名じゃないな、みたいな。本名で、じゃない方がなんかちょっとなんか、有名 TikToker になれるかな、みたいな感じで、なんかこう、いろいろ、なんかこう、名前を考えたかったんですけど、ちょっとあんまりね、面白いあだ名がなくて、まあ、誰からも呼ばれてないけど、わたげとか、かわいいかなと思ってわたげにしたんですけど、本当にね、誰からも呼ばれてなかったんですけども、最近すごいわたげちゃんっていっぱい呼んでくださる方がね、もうたくさんいて、嬉しいです。本名は渡辺です。これすごいたくさん質問があったんですけど、周りにバレずに踊ってみたを始めたきっかけなんですかとか、TikTok 始めたきっかけは何ですかみたいな、すごい質問をいただいたんですけど、その最近私 YouTube だけ見てる方はもしかしたら知らない方いるかもしれないんですけど、TikTok でハッシュタグバレずに撮れるか選手権っていうのを最近やらせてもらってるんですけども、でその TikTok 自体はなんか自粛期間に、まあ、本当になんか誰とも連絡も取れないし、 TikTok にすがるしかないなみたいな感じで、もうすがる思いで始めたのが TikTok で、でそのバレずに踊ろうと思ったきっかけが、なんかちょっと TikTok 頑張ろうかなみたいな思った時に、毎日投稿しようと思った時に、なんかネタがなくて、なんか大学の入学式中もネタ考えてたら、今これ TikTok 撮っちゃえばいいんじゃないみたいな、すごいね、頭発想なんしちゃって、そこで大学式でバレずに撮ったのが好評だったっていうのが、まあ、きっかけ、始まりですね。身長何センチ？最初の身長が分かんないんですけど、カーテンが2メートルやから、多分155ぐらい。この夏行きたいとこ、この夏はやっぱね、うち夏好きじゃない、大好きなんですけど、夏。最近なんかインスタで見るのが、なんか江ノ島に、なんか女の子数人で行って、なんか女子会みたいな、食べ歩き兼女子会みたいなの、江ノ島食べ歩きみたいなの、そのキラキラ女子会をしてる人たちのインスタを見て、やばい、そんなキラキラな夏、いいなと思ったので、それがしたいんですけど、まあ一緒に行く人はいないので、免許取りたいですね。一人まるまるデビューはいつですか？何が初めてでしたか？私は高1の冬に一人まるまるデビューしました。クリスマスね。クリスマスの日に一人映画デビュー。すげえ。上級ぼっちだ。なんだろう。でも私は、その、前日の高校の時は、その、外出みたいなことあんましてなくて。でも、なんかその、外出っていう面で言えば、でもうちも映画かも。通信だから空きコマがあるね。空きコマの間のところで映画見に行ったとか。でもうちもそれこそ映画かも。初めてか。でも全部高2だと思う。私のぼっち経験。
経験を積んだのは多分全部高2。ぷごめん、めちゃめちゃ雑な振り。ポリキポリキ、目開けたままくしゃみできますか。え、やってみたい。ちょっと待って、もう一回やりたい。できたくない今。ぶっちゃけ一人では無理だろうと思ってる店は、私ちょっとあんま行ったことなかったんだけど、一個だけ、本当に一個だけここはもう無理だなって思うところがあって、あのポッチボーリング、もうこれだけは本当にね、なん回もね、挫折してるの、これ。よし、今日は行こう。よし、今日はこの日はもうボッチボーリングってもう、スケジュールにも入れて、よし、行くぞ、行くぞってなるんだけど、もう、どうしてもね、行き道で、やっぱダメだってなって、4月ぐらいね、チャレンジしてるんですけど、4回とも、断念してる。チメシはさ、挙動不審でもさ、あ、この子このお店初めてなんだろうな、みたいな。まあ、それぐらいで済むじゃん。ただ、ボッチボーリングは、もう、プロしかやらんのよ、もう。多分、プロじゃない方もやってる人もいると思うけど、ぼっちで、ボーリングに行く、イコール、この人極めに来てるんだな、みたいな。で、それでさ、私、ボーリング苦手やからさ、ガーターなんか出してみよ。もう、周りの人の視線、あいつ、プロボーラー、プロみたいな。なんか、その、なんか、プロとしての責任をまず、担わなきゃいけないのが、すごく辛くて、なんかちょっとね、プロになってから行こうかなって思ってます。最近、綿毛ちゃんのガンダムも見れてない。あ、そうだよね。うち最近、全然ガンダムやってないよね。やばくない？ちょっとごめんなさい。ここで一発。ガンダム。いろんなところに行って美味しいもの食べたいです。そこで、JK が一人でも入りやすいお店ランキング教えてください。任せろ。まあ、私もね、まあ、現役 JK なので、まあ、現役 JK が教える、JK が一人で入りやすいお店ランキング。私も、ずっとさ、一覧がいい、一覧がいいって言ってると思うんだけど、でもなんか一覧って全国にないからで行けない方もいると思うんだけど、だから一覧はもうちょっと殿堂入りとして、他で考えるとすると、ドゥル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 3位、ガストです。最近ガストってなんか一人席、一人で座れる席があるの。長居はしていけないんだろうけど、勉強しても、なんかちょっと A で、みたいな。ちょっと作業にも使って A で、みたいな雰囲気を醸し出してきてるから、もうそれにまあ、ね、こちらはあやかっていくのみという感じで、あ、じゃあ、ぼっちでも行けますよ、みたいな感じだから、結構ガスト入りやすい。制服で行っても浮かない。第2位、いきなりステーキです。いや、ほんまかって、お前あんなに入るの躊躇してたやろって思う方いると思うんですけど、結構入りやすいのよ。なんでかっていうと、いきなりステーキって、周りほとんど一人の方が多いんですよ。なんで入っちゃえばもう個々のスペース、なんかもう、一覧とまではいかないけど、その個々が、こう、肉と対面、ワンマンライブ、肉とのワンマンライブだから、なんかあんまり周りがガイガイしてるのを気にしながら一人でこう、細々と食べるっていう感じじゃないから、そういう点で言ったらなんか、一人でもう入りやすいんじゃないかなって思う。だから一回試してみてほしい。でもこれは多分向き不向きがあると思う。なんか多分人によってはめちゃめちゃ、あ、落ち着こうってなるかもしれないので、一回行ってみるべきやと思う。で、堂々の第1位はですね、ミスドさんです。これはもうなんでかっていうと、まあ、周りも一人の方が多いっていうのもあるし、なんかそのあんまミスドってさ、こうワイワイっていう感じじゃないんだよね。なんかこう、まあみんなこうほのぼのとドーナツを楽しんでるっていう雰囲気とか、まあその作業してる人も結構多いから、一人で作業しに来た女子高生みたいな、勉強しに来ましたみたいな感じの顔つきで入ればもうもう怖いもんなしって感じですね。すごいこの、質問が多いんですけど、大学どこですかって、一応大学名はまだ言ってなくて、で、まあその大学の中でちょっと動画、なんかその TikTok やったり、そのこの前の動画やったり撮ったりしたので、なんかここですかみたいな、何々ですかみたいなのをコメントですごく、そう予想してくださる方がいるんですけど、全部違います。あんまりその、私何々大行ってますみたいな感じで、公表は
しない予定なので、もし何かの弾みで大学内で見かけたりだとか、これ絶対ないないないだよみたいなのが分かっても、ちょっと秘密でお願いします。好きな YouTuber さんは、好きな YouTuber、 私も最近めちゃめちゃハマってる YouTuber さんはペイさんの YouTube 本当に大好きで、なんかこうゆったりおしゃべりしてる YouTube が私すごく大好きで、ペイさんの YouTube を見ながらご飯食べてる時間がもう一番幸せ。あと、A マッソさんの YouTube、めっちゃ面白い。あと、私もフワちゃんが本当に大好きなので、もうフワちゃんはもうずっと見てます。もう、大好き。で、TikTok 撮るのさすがにここだけはってところありますか？基本的に、お店とかでも、あんまり周りに迷惑かからない程度にやるっていうのは私のポリシーっていうか、もう一番それを基礎にやってるから、道路でやってくださいとかスーパーのレジでやってくださいとかは基本的にちょっと周りに人が結構こうバタバタしてるかなみたいなところでは取らないようにはしてます。大学で友達できましたか？大学で友達できましたか？実は私大学でめちゃめちゃ楽しんでるんじゃないか説出てるんですけど、実はって言わせていただくと、ぼっちです。なんでかっていうと、対面がないんですね、本当に。まず大学に行かない。サークルとかも入り方わかんないから入ってないの。作る場所がない。もう作ろうという気は、まあ、頑張ればある、そのなんか作ろうって、頑張れば作りたいんだけど、ちょっと、もう無理なので、大学でも友達はいません。今のところぼっち女子大生です。今キラキラっていう編集入れてます。彼氏いますか？彼氏いますか？彼氏誰ですか？いいよ、もう来ていいよ、おいで、紹介します。やめよ、別にいつからそのファンタジーチャンネルになった？いません。え、私真面目な質問になっちゃうんですけど、通信高校のメリットとデメリット聞きたいです。前の質問コーナーでも話したんやけど、まあ、その通信やめてから私が思ったことも含めて話すと、まあ、メリットは、まあ、前も言った、それはもう変わらず普通に自分の時間が増える、苦手な科目を取らずに単位が取りやすい、まあ、人間関係であんま悩まない、あんま人と関わらずに卒業できるかなって思うのがそれメリット。あと早起きしなくていいってこと。でもデメリット、私がその高校卒業して思ったのが、その早起きができなくなった、そのなんか規則正しい生活、その毎日何時に起きて何時に行ってみたいな生活ができなくなったのがデメリットかなって思います。だからまあそこら辺、多分前も言ってた通信についての動画撮るって言って撮ってないんですけど、またなんか通信についてすごい質問が多いから、また動画内で説明していけたらなって思います。なのでなんか分かんないとこだったら全然どんどん聞いて、こんな感じで。悩みは？共有してこう。これ聞いていいのか分かんないけど、ぶっちゃけ、好きなお寿司のネタ何ですか？まあ何でも話すって言ったもんね、うち。なのでまあ言いますね。ブリ。はい、まあそんな感じですかね、今回。わたぎに質問2021夏ということで、皆さん本当にたくさんの質問ありがとうございました。もう世間にはこんなにもの数の方が私なんかのことに興味を持ってくれてるんだっていう、すごくね、ヒストリカルな、シリアスな気持ちになりました。まあ、今回は夏ということで質問募集したんですけど、またなんか随時、どしどしと質問も、リクエストも待ってるので、ぜひコメントとか、よろしくお願いします。ということで、見てくれて、今日も見てくれてありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンと、その他もろもろよろしくお願いします。そういうまたなんか質問コーナーとかやることあったら、ツイッターなり、インスタなりで募集もするので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。ということで、以上、わたげに質問2021夏でした。みんな、ぼっちでもいい夏を過ごそうな約束を。